皆さんこんにちは。17歳で歌手デビューし、島のブルースなどがヒット。2023年で歌手生活60周年を迎える三沢明美さん。いつまでも綺麗な三沢明美さんには現在旦那さんも子供もいないようです。ですがかつては結婚していたことがありました。離婚理由は母親だったということなのですが、若い頃の三沢明美さんの様子についても詳しく調べてみました。また過去には放送禁止になってしまった歌があったり、重い病気を2度も患ってしまっていたようです。今回は歌手で女優の三沢明美さんについてご紹介します。すでに70代後半、1945年6月2日生まれの三沢明美さんですが、現在は結婚しておらず旦那さんも子供もいない状態です。70代後半と聞いて驚く人も少なくないと思います。ご本人曰く、若さの秘訣は好き嫌いをせずにバランスの良い食事をすることとストレッチをすることだそうです。もともとお酒が飲めない体質であるため、自然と不摂生をしない食生活が染みついたとも語っていました。食事とストレッチ、いずれも基本的なことばかりではあるのですが、これらをいざ実践し継続させようと思うとなかなかうまくいかなかったり続かなかったりしますよね。様々な誘惑や煩悩を断ち切り、自分自身を律することができてきたからこそ、70代になっても衰えない若々しさと美しさを維持し続けることができている三沢明美さんですので、私生活が乱れているようには思えませんし、三沢明美さんのことを好きになる人もいたはずです。インターネット上では、三沢明美さんはてっきり結婚して子供や孫がいるものと思い込んでいた人も少なくなかったようで、なぜ70代になっても未婚なのかと疑問に思う声も上がっていました。実はかつて結婚していたことがあるようです。結婚したのは三沢明美さんが25歳の時でした。お相手は同い年の後輩歌手である勝三四郎さんでした。歌手ではありましたが、第一線で活躍する歌手ではなく前座歌手として活動していました。売れているわけではなかったため、名前や代表曲等は一切明らかにされていません。三沢明美さんが交際や結婚を決めた理由は、お相手の男性が三沢明美さんのために歌手を辞めてサラリーマンになってくれたことでした。というのも、三沢明美さんや三沢明美さんの両親は芸能人と結婚することを望んでいませんでした。そのことをお相手の男性に伝えたところ、すぐに歌手を辞めてサラリーマンになってくれたそうで、その真摯な姿勢に惹かれて交際をスタートし、結婚にまで至りました。ちなみに勝三四郎さんが前座歌手を辞めて転身したのは普通のサラリーマンではなく国務大臣の秘書でした。結婚してすぐの頃の三沢明美さんは不定期に開催されるステージに上がる程度で、できる限り仕事をセーブして家庭優先路線を貫いてはいたのですが、そうはいえ売れっ子でしたので、事務所の意向も組みながら仕事をしていくうちに徐々にすれ違いが生じていきました。結婚した当時の三沢明美さんは芸能界にデビューして11年目、映画デビューして9年目、歌手デビューして7年目でしたので、映画や歌手活動でとても多忙な時期でもありました。旦那さんも当然仕事をしていましたので、家に帰ってもすれ違う日々が続いたようで、知らず知らずのうちに夫婦間で溝ができてしまい、結局その溝を埋めることができず、三沢明美さんが32歳の時に離婚してしまいました。結婚生活はおよそ8年間で、その間に妊娠もしたようですが、残念ながら流産してしまったそうです。離婚した後にマスコミの取材に対して三沢明美さんは、今後はずっと独身で良いなと思っていると語っていました。そう思う理由を記者から聞かれると、面倒くさいからと即答したそうです。仕事と家庭の両立が大変だったんだなということが感じ取れる一幕ですね。離婚して心の中のつっかえが解消したのか、1979年9月には再起第一弾作として別れ酒を発売し、40万枚を超すロングヒットを記録しました。三沢明美さんが唐木沢康光さんと離婚したことは先ほどもお伝えした通りですが、離婚の原因はすれ違いのほかに実の母親が関係しているという噂もあります。三沢明美さんは一男三女の末っ子として生まれ、幼い頃から長女花代というふうに育てられてきました。両親や兄氏から愛情をたっぷりと注がれて育ってきたことに加えて、次女と三沢明美さんの年の差が約一回りもあることから、家族からも必然的に注目の的になっていました。そんな三沢明美さんが唐木沢康光さんと結婚するとなった際には、それはもう家族が大反対したそうで、特に母親は心中穏やかではなかったそうです。家族の反対を押し切って結婚した三沢明美さんではありましたが、結婚してからも母親からは心配の電話連絡やたまに手紙が届くなど、
常に三沢明美さんのことを気にかけてくれていたそうです。結婚して初めのうちは唐木沢康光さんと新しい幸せな家庭を築いていこうと思っていた三沢さんは、仕事と家庭の両立の難しさや幼い頃から育ってきた温かい家庭環境との違いに違和感を感じるようになっていきました。離婚の直接的な原因ではなかったのかもしれませんが、子供の頃から常に自分のことを見守り育ててくれた母親と一緒にいる時間を作りたいという気持ちがあったことは間違いないと思われます。歌手デビューをしたのは17歳の頃だという三沢明美さんですが、東映のニューフェイスに合格したのは14歳の頃だったそうです。応募条件が16歳だったのに対し14歳だった三沢さんは、応募書類には16歳と書いて応募したそうです。姉が2人いる三沢さんは、お姉さんから洋服やアクセサリーを借りてできる限り大人っぽく着飾ってオーディションに臨んだといいます。結果的には審査員に年齢詐称がバレてしまったそうですが、学校の許可があれば東映に所属しても良いとの条件付きで第7期東映ニューフェイスオーディションに見事合格することができたそうです。最初は歌手志望だったという三沢さんは、いろんな歌の先生のレッスンに通っていたほどだったといいます。そのため役者は不本意だったとあるインタビューで話していますが、東映では本当にいい勉強をさせてもらったとも話しています。大人でもなく子供でもない中途半端な年齢だったと当時を振り返った三沢さんは、当時はやれる役がなかったそうです。ですが映画の新作発表や映画館のこけら落としなどの場に呼ばれた当時のスター俳優陣について行って前歌を歌っていたそうです。そこで観客や舞台袖で待機するスターからたくさんの注目を受けた三沢さんは、レコード会社ビクターエンターテイメントを紹介してもらったそうです。そして17歳になった頃にマヒナスターズさんとの曲振られ上手惚れ上手でデビューすることになります。しかしこの曲が放送禁止になってしまったというのです。17歳という年齢なりに一生懸命歌った三沢明美さんでしたが、色気がありすぎるという理由で放送禁止になってしまったのだそうです。17歳にしてそれほどの色気を出せていた三沢さんに驚きますよね。何がダメだったのかは未だにわからないそうで、咲いた咲いた、つぼみが咲いた、られた折られた、散らされたという部分がダメだと言われたそうです。このことについて三沢さんは、何かマヒナが歌うところは OK だったんですけど、私が歌うところだけダメだったんです。当時のおじさま族にはそういう歌詞を若い子が一生懸命歌ってるのがダメだったみたいですねと振り返っていました。しかしこれが話題となってレコードが売れたといいます。そして三沢さんの代表曲となった2曲目の島のブルースの裏にはこの放送禁止が関係していたそうです。ちょうど島ブームだった当時、三沢さんの恩師である戸口正信さんがこの曲を作り、本当はマヒナスターズと松尾和子さんが歌う予定だったのだそうです。ところがちょうど放送禁止になってぴったりの歌い手がいるからと1週間ほど前に急遽三沢さんが歌うことが決まったのです。振られ上手惚れ上手が放送禁止にならなかったら島のブルースを歌うことはなかったのだそう。その年にレコード大賞最優秀新人賞を獲得し、紅白歌合戦にも5年連続で出場しています。2曲目にしてここまでの存在になった三沢さんは、当時をすごくラッキーだったと話しています。そんな三沢明美さんは2022年3月31日に放送された徹子の部屋にゲスト出演し、10年前に乳がん、3年前に肺腺がんを患っていたことを初めて明かしました。乳がんが見つかった当時、三沢さんは仕事が忙しく、仕事で皆さんに迷惑をかけちゃいけないと思って過労しちゃったりいろいろして、本当に抗生剤飲んで抑えて仕事はしなくちゃいけない、お着物着るのも痛いんだけど痛み止め飲んでと、着物は紐の位置を下げ帯は細いものにするなどの工夫をして着ていたと語っています。また三沢さんはファンの方から皆さんに、三沢さん素敵な着物の着方をしますねとか言われて、自分では違うのよって言いたかったけれども、そうですかって言って通り抜けてと振り返っていました。手術は怖かったと乳がんを振り返った三沢さんですが、2019年に人間ドックで肺がおかしいと言われて検査をすると肺腺がんが見つかったそうです。しかしこの手術は医者の腕が良かったようで、次の日には歩ける状態にまで回復したといいます。それでも右の肺は摘出したという三沢さんは、後で見せてもらったらレバーみたいなのを2枚も取られて、それ見たら焼肉のレバーはもう食べたくないと、あんな感じでと笑って振り返りました。歌への影響も、医者からは問題はないと言われるも、
自身ではトレーニングをしたといいます。現在は問題ないそうですが、以前はしていなかった発声練習を最近は先生を呼んでするようになったのだそうです。ポジティブな気持ちに自分で持っていってリハビリに励んだという三沢明美さん。笑顔で振り返る過去にはいろいろなことが起きていたようです。いかがだったでしょうか。小学生時代から周囲とは一線を画す可愛さでクラスでもかなり注目されており人気だったようです。年齢詐称というリスクを犯してでもなりたかった女優になって60年以上の月日が経過し、2度のがんと戦って乗り越えてきた三沢明美さん。がんだったことを公表することにした決め手を聞かれた三沢さんは、イメージががんとかけ離れているのでスタッフもこのままそっとしておこうと、こんなに月日が経ったんですけど、こうやっておかげさまで元気になりましたし、私もその中にはいろんな大変な戦いがあったんです。ここまで元気になったなら世の中でがんと戦ってる方たくさんお見えだと思うし、三沢明美があんなに元気なら私たちだって頑張るというお気持ちに少しでもなっていただけたらいいなと思って、と明かしています。未だ健在の美しさと若々しさでこれからもファンを魅了し続けていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。